この番組はボートレース墨の絵の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。さあということで今回はですね、はい、こちらですよ。もうピット来ましたね。 G1 対抗賞競争ピットです。最終日しかも最終日 T シャツにサインもいただいて、はい、そして T シャツを着てもらおうというね、この企画でございますから、はい、直ちに行きたいと思います。というわけで今回は G1 開催中のピットでボートレーサーに突撃インタビュー、サイン入り T シャツをゲットしに行っちゃいます。さあ、マリカタミヤ選手です。よろしくお願いしま す, します。ボートの時間です。ありがとうございます。ボートの時間知ってます？ボートの時間知ってます。ありがとうございます。とにかくお子さん生まれておめでとうございます。ありがとうございます。どうなんですか、そのちょっとお子さん生まれた感じの生活は。楽しくやってます。楽しくやってます。奥さんも復帰もいろいろ考えられてると思いますが、その辺は旦那さんとしてはどんな感じで。そうですね、ええ、ぼちぼちやってもらえれば。ぼちぼちやってもらえれば。ただね、金子選手ベイスターズファンですよね。はい、サンテレビ。あんま映っちゃいけない。でも阪神ゴリ押しなんですけども。そうなんです。今年のベイスターズはどうなんですか。あ、いいですよ。いいですよ。表情が変わった。ベイスターズのいいところを教えてください。打ってよしですね。打ってよし、守ってよし。筒香さん来てくれましたんで。筒香さんも戻ってきましたから、その辺期待して、はい、でそんな話はいいです。金子さんの金子選手の今年のリズムいかがなんですか。なんかやっぱりお子さんできたりしたらちょっと変わるとかあるじゃないですか。そうです、いい方に行ってます。いい方に行ってます。いい方に行ってます。ということはもうここもしっかり今年も頑張って走って、はい、見とけよと。そうです、ね、はい、いやでもなんかファンの皆さんとかに結構言われます。言われませんよ。言われませんか。僕じゃないですから。いや、全然。奥さんの方ですから。頑張れ頑張れよとか。そう奥さんに言ってます。いや、全然金子選手もしっかり頑張っていただきたい。そのね、ボートの時間、こちら T シャツあるんですよ、はい、この T シャツに金子選手、やっぱベイスターズファンなんでブルーにしましたよ。 ありがとうございます。サインを入れていただきたいなと思っております、はい、僕が着るんじゃなくて、着るやつは用意してますから。とりあえず当たり前じゃないですか。でも本当なんかあれですよね、最近ベイスターズもしっかり応援しに行ったりしてるのを拝見しますよ。やっぱ楽しいですか。飯山師匠が。飯山師匠も大好きですからね。いやいや、これで、サインをプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。そして金子選手、ちょっとねブルーがねもうないんですよ。阪神の黄色。そんなつもりじゃないんですよ。これ冒頭時間 T シャツなんですけど、はい、ぜひこうやってピットで着ていただきたいなと思って、はい、M と S ありますが、どっちが M サイズ。 M サイズで、はい、決して阪神カラーじゃないんですけども、はい、あ、着てくれるんですか早速。嬉しい。早い。わあ嬉しい。全部ブルーでまとめてんのに。あ、持ちましょうか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、似合う。あ、いや、黄色いいっすね、はい。あれ阪神ファンになるんちゃいます。ちょっとロックオーロス。ロックオーロス。今日からね。ファンの皆さんに最後一言お願いします。はい、ボートの時間、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、和田先生よろしくお願いします。初登場、ボートの時間。ボートの時間知ってますよね、もちろん。あ、知ってます。もう見てくれてます。はい。本当ですか。はい。いや、怪しいな。怪しい。毎週見てます。毎週見てる。これだから放送はちょっと後日になりますけど、今日まず G1 初優勝でございます。ありがとうございます。どうでした、このあの伸びをもうすごく評判のあるこのモーター、どうなんですか、手応え的には。まあ、もう今となったら、うん、いい人とはもうだいぶ詰められてきてる感じはあるんですけど、まあいい人よりも気持ちいいかなぐらいな感じですね。でもあれを弾いた時になんかちょっとみんなにこれはちょっとやらなあかんでみたいな感じはあったんですか。はい、嫌でした。嫌でした。プレッシャーはありましたが、まあ、多少ね。多少ね。どうなんですか、緊張感なさそうですね。まだ。いや、緊張感はないですね。ない、はい、落ち着いて生きてます。
そうですね。だって昨日宿舎で韓流ドラマ見すぎたんでしょ。はい。どういうことですか。めちゃくちゃ眠たいです。違う、緊張して寝れなかったとかじゃない。あ、全然。韓流ドラマちなみに今は何を見られてるんですか。今更愛の不時着。うわ、今更今更。そうっすよ。なぜ。しっかり不時着しました。どういうことですか。分からん。え、今どれぐらい行ったんですか。いや、もう最後までしっかり見て。あ、しっかりもう見ました。初優勝でやっぱり今年はリズム上げていって、ちょっと記念でもういっちょっていうのは気持ちはありますもんね。いや、どうなんですかね、うん。まあ、あんまり自信ないんで。ほう。まあまあ、コンセプトがいつも通りできた感じもあったんで、はい、まあ、それが良かったことかなって感じです、ね。ということは、気合を入れすぎず、自然体でいければ。そうですね、まあ、いつもそんな感じなんで、はい、そんな感じでいけたかなと。そんな感じでいけたかなと。それを継続していけば今後もつながっていくだろうなと。そうですね。さあ、そんな和田拓さんのこちらサインをね、ボートの時間 T シャツあるんですけど、これにサインプレゼントいただきたいんです。お願いします。今日6号店でいいから。じゃあサインを、うん、去年ぐらいに、うん、作ったんですけど。去年に作った。書く機会なさすぎて。違う書かれへん。ちょっと待ってください。去年に作るのも遅すぎるし。いや、去年、ほんまに去年に。遅すぎるんよ。嫁が作ってくれたんですけど。嫁が作った。じゃあサインちょっと書いてみよう。思い出して貴重な一枚。これ大事よ、ね、これテレビ出てるからね。次から買う、書くの違うかったらあいつ忘れてたやんってなるよ。え、ちょっと待って。感じだ。絶対ちゃうわ。こんな雰囲気でした。あでもこれさ、ダダタクがちょっとタクがこの辺にあって、いや、皆さん覚えてください。ということで、ファンの皆さんに最後一言お願いします。来月子供生まれるんで頑張ります。来月子供生まれる。これ放送いつやろ。あ、ほんまや。放送生まれてるかも。もう生まれてる、生まれてる。おめでとう。で、そんな和田選手にもね、この T シャツをピットで着ていただきたいんで、はい、M か S どっちでしょう。あ、M で。M で、はい、じゃあこれぜひ、ほんとピットで着てくださいね。はい。ピットで着ていただくところをチェックしたいと思います。和田拓也選手、ありがとうございました。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 ポートレース界のイケメン王子、永井宏也選手連れてきました。かっこいいね、相変わらず。いつも思います。いつや、もう本当に。いや、でもどうですか、今年のリズム。はい。今までちょっとまあ半年ぐらい月も経ちましたけど、はい、いかがなんでしょう、長い。非常に悪くないと思います、ね。非常に悪くない、はい、もうということは、これもしっかりと継続して、はい、どっかでバチッと決めたいなと思いますね。決めたいですね、はい、どうなんですか。めちゃくちゃかっこいいです。オープニングセレモニーとか、はい、もう今ファンの皆さんとこうやってね、応援される機会が多くなったじゃないですか、はい、それはちょっと感じます。感じます。嬉しい。めちゃくちゃ感じます。やっぱあそこの舞台であんだけうわーっと歓声浴びるといいですよね。最高ですよね。最高ですよ。さだまつ羨ましい。いやいやいや、あの歓声の中で優勝して、はい、っていうかちょっとすいません、さっきの態度とマイクの持ち方違うやん。両手になってんの。なんか和田拓の時こうやったやん。ちょっと知らぬ間にすいません。いや、でも本当に住みの家のファンの皆さんももう年末も終わってますんで、はい、ちょっとファンの皆様に一言お願いしますよ。はい、今節はダメだったんですけど、年末は来れるように精一杯頑張りますんで、応援よろしくお願いします。いや、かっこいい。そんな永井選手のサイン入り、これボートの時間の T シャツなんですけどね、書き慣れてはるから、ちゃんとハートやで。ありがとうございます。ぜひ地元の玉川平和島、東京でこの番組を入らせていただきたい。あ、そうですね、はい、お願いします。もう広報担当ですから今、はいはい、あ、来てくれるぞ。あ、嬉しい。これは嬉しいで、あ、いい。ほら、黒が似合う。似合ってます。あ、10時45分、はい、後ろも向いていただいて、はい、モデルみたいに撮っといて。ボートの時間完璧。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、関東の城の広報担当は任せましたんで。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。永井宏也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、お次のレーサーは阪神タイガースが2人で。ね、イケメンさんはちょっともう永井選手で収まったので。使っちゃいましたね。何部門にしましょう。何部門ですか。でもおふざけ部門です。いやイケメン部門、はい、殺されます。いや、誰にですか。誰にですか。いや、そんなことないですよ。斉藤仁選手です。よろしくお願いします。
願いします。ボートの時間でございます。めちゃめちゃ暇す。いやいや、そんなことで忙しそうにしてませんめちゃくちゃペラこうやって忙しそうなアピールしますよ。フリ得意なんで。いやいや、フリ得意じゃないですか。長嶋くんのフリぐらい。今年のリズム聞きたいんです。はい。もう半年くらい経ちましたね。まだホップぐらいですね。あ、今ホップ。はい。ステップどの段階でいきましょう。ステップしたかったんですけど、ちょっと今足踏み状態。ちょっとホップからまだそうそう始めまして。いや、違う違う、タイミング、タイミングです。斉藤陣にです。ちゃんとしてる人やなじゃないですか。ちゃんと挨拶する人やなじゃないですか。足踏みしてるんですか。今もう足踏み状態だったんですけど、ちょっと今節ちょっとステップしだしたか。ステップ自分の中でちょっと正解してみて。そうですね、こんぐらいのそのステップ の仕方どうでもいいですよ。全部拾ってくるんですよ。全部ボケてくるから。何の方ですか。何の方かどうか。長嶋です。ありがとうございます。まあ、そうです。斉藤陣です。いやいや、知ってます、知ってます。これ何回目の挨拶なんだ。ステップできたらいいなっていう感じ。全部カットできるやつ。全部カットじゃないですか。最近のやつは全部流しますよ。流しのだけに。いや、関係ないね。ダジャレやってないで。いや、メモっとこうでね。ペラに書かないでください。次の人びっくりするファンの皆様、あの年末グランプリは住之江なんで。そうですね。もうあの長嶋くんが締めにかかってるのは、あの空気は読める。それあの15分番組なんですよ、これ。はい、15分番組なんですよ。エンジンの足は読めない。空気は読める斉藤陣です。陣選手、違うんですよ。ナスミさん。なるほど。ナスミちゃいますよ。ジンさんの J ですよ。こちらをね、プレゼントしたいと思います。はい、そしてジンさんにもプレゼント。これあの東京支部広報はもう長い氷屋選手に任したんで、これもジンさんに。あ、じゃあポンコツ界代表と。いや、家で着るんじゃない。レース場で着ていただきたい。なるほど。あ、ぜひワッペつけていただいて。はい、いつも見てます。全然初めまして言うてないよ。キム選手です。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゴールデンカップかっこいいですね。いや、もう巻きでやってください。いや、巻きでやっていきましょう。グランプリが今年もボートレース住之江ですから、ちょっと近いところにいると思うんで、今年のグランプリまずは盛り上げていただきたい。まあ、まだいけるとは確定してませんが、できるとにかく1位でも上で来て、頑張りたいなと思うんで、やっぱここの住之江で活躍することが、やっぱいいイメージにつながるので。いやー、やっぱり活躍したいですね。これもう本当に今日優勝戦ですから。この後ね、直前も今から最後の調整するんだから、皆さん3位ください。今調整したいんだから。そうですよね。今が一番大事ですもん。ダーッとやりますよ。ダーッとやりますよ。ダーッとやりますよ。じゃあまたグランプリに向けて石野選手が一緒にロケ行こう言ってましたんで、行きたい。お願いしますよ。頑張ってください。ありがとうございます。石野さん、ありがとうございます。走っていきます。というわけでご覧のレーサーのサイン入り T シャツをそれぞれ1名様にプレゼント。番組ホームページからご応募ください。またピットで僕たちいろいろやりたいと思いますので、ご期待していただきたいと思います。はい、ということで今週はこの辺で。さよなら。また来週。次回のボートの時間は松井親子トークショー。ゲルちゃんはい、記事にしてくださいね。ボートレース住之江では G3 第35回アサヒビールカップが開催中。15日はレーサー在住之江1マーク観戦ライブ、19日からスポニチ杯争奪第58回なにわ賞が開催、23日には中川隆のガチンコフラケンバトルを実施。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ。クオカード10名様に有料席 A シート招待券を10組20名様にプレゼント。番組ホームページまたはハガキにてどしどしご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。